子県姫路市大市たけのこ組合では、たけのこを缶詰にする工場設備を設けています。朝採りのたけのこを丁寧に加工し缶詰にしているので、年中おいしいたけのこが食べれると評判です。今回は特別に工場の中を見学させていただきました。創業始まったら誰でも入られへんの。大きなあのクレーンとかもあってすごい。そう、建設工場、向こうは誰でも入れるけど、あの川ついたものを弱くボイル層が向こうになるわけや。それにボイルしたものをこの川向きっていうのにかける。ここで生を皆さん組合で受けるやんか。それで計量する、それで、白子、さっきの途中の白子はそのまま生で市場へ出荷します。それで地面が出ると空気に触れると色が黒くなります。全部もううちは大内さんは絶対に市場には白子以外は出さんという基本方針やから、ね、だから大市の生のタケノコはどこにいたってスーパーにいたってどこにもないというのはそれがあるわけね。こだわっとるやんな。いくら飲んでも味一緒なんやけどな、どういうわけか昔からそんな味で決められてる。味の美味しいやからな。だからもう黒子は出さん、白子しか出さんという。だから全体の3分の1ぐらいしかないですよ。あとの3分の2はホルムに落ちか、もうアクリルで言うたらちょっと上手にしとって、もうこれ明日にしとこう、今日は偉いから明日にしとって行ってみたらもう出てもどうぞ。今度はもう空気に触れると黒くなるわけ、それがこっちはやってきてボイル層でボイルするわけ、でこれが人がうちは若い子来てくれへんねん、2ヶ月間だけやから若い子みんなな、もう民間行く方が年間行く方がええねん。もう2つ間だけ、なんか70前後くらいのおばあちゃんをなんとか無理言うてな、来てもらうんじゃん。やっぱり頭が少人数で効率上げようみたいな機械入れんなしようね。で皮むき機械やから、機械皮むき皮むき、それで皮と布と布にするわけ。で皮はそっちへ行って破砕脱水機、これベンチに作らせて、これ余談の話なんだけど、四国の香川県が缶詰やめてしまう。なんでこの川の処理で産業廃棄物扱いしなさいって県の指導を受けて、そんなの出てへん。うちだからちょっと今実はこれ見るまでは山裾に中高電に置かせてもらえて、な有害捜査会やな。3日もしたら発根始まる、ほんな細かいと匂いと細かいウジみたいなのを匂いわけやすい、その匂いがふわーっと隣大将の神王だけが流れてくる、この匂い何よー言うて、でその匂いを香ってきたら地元のもんは言うぐらいだけど、お隣の町のもんは言うねって、こうやってもうベッチング作らせて、これあの川を粉砕する、粉砕して脱水してな、そうすると農家の方は畑と田んぼやる山を地元還元する。それは今余ってるわな、余っとった欲しいやつなんぼでも。ほんま、ほなまた今年は量が少ないからないけど、ほなまた岩村さんのとこへ、またあの取りに車でこ、軽トラックで取りに来る人も弾を打ってやで、それ来てもうたらうちつんだけの坂やな。不思議なことにな、兵庫県の方に水分の農林試験場の方に水分検査してもらうに、窒素リン酸カリという栄養の3要素は入ってないけど、なんか知らんけど経過はあるよったけどな、だけどようわからん、検査できん。だけどどっちに入れたらね、田んぼも用できる、畑も用できる、虫が来やへん、なんでやろ、わけがわからんけど
何か知らんけど秘めたる竹、私はそのわけがわからんけど皆さんがええええいう言葉を秘めたる竹のパワーという言葉に置き換えて、秘めたる、わからん、化学分析できない。だけども虫も来やへん、地面もよう越える、田んぼも米もよう取れる、畑もようできる、なんでやわけない。余った言うてくださいわかりました。今年は来年はまた、はいはいはい、しましょう、はい、これで、水さらす、水さらす、もう昔はもっと水さらす、1日に1つの水槽ないし2つの水槽を使うんです、うん、でこれが最、まあ、ここから話してちょっと専門的なことに、うん、最初のペーハーの関係、うん、最初はペーハーからアルカリ酸性の度合いや、最初は 6.8 ほどある、うん、これで、水さらして 4.5 まで下げさせる。これが下がらないには朝は温度が低いから、ペーハーを下げてやらないと缶詰でけへんね、うん、いうのは缶詰したら、それより5も6の段階で缶詰したら、缶詰の中でペーハーが進行動き出す、うん、乳酸菌が動き出す、なんかプーッと、はい、プーッと膨れたら、もう、うん、カンカンがプーッと膨れる。ここで、ね、もう、もしシルバーさんやなんかも動員かけて、一斉にこの甘皮、お化粧です。甘皮、竹の節々に、皮むいても、甘皮が残ってる。甘皮ついたまま、家では私はそのまま甘皮掃除せずに調理するけど、商品としては好ましくない。やっぱ綺麗なお化粧品です、うん。全部竹べら、全部家で作らせて。竹べらでやった。竹べらです。全部。あの水にさらすのはどれくらいの時間さらすの、大体外気温と比例します。ああ外気温と、外気温と水温とは約1度違います。うん、外気温は15度やったら水の温度は14度、うん、14度でやったら14度をキープできれば3日でペーハー下がります。うん、最初は今日なんかやったら日中は18度、朝やったらまだ10度切ってますよ、うん、やっぱ4日、5日かかるんですよ。そのペーハー検査機で、うん、昔は山間で行ってたらしいけどね、うん、私とこはもう最近は機械を買って、うん、ほらあかんわ。上水道は人間が飲むために殺菌作用が、菌が動かないように、うん、あ、何ですか、塩素、うん、それから何だか活性炭、うん、とにかく人間の体が栄養に加工された水、うん、菌が発生専用に加工された水で、うちは菌を、乳酸菌という菌を育てようとしてるわけ、うん、そらあかんわ、うん、地下水先代はないです。うちな、粘土しちゃく、地下水出えへんねん。はい、というわけで、そんな水は100度しか上がらんさかに、100度に、水から100度になってから60分、1時間に沸いて、ボイルしたものを皮むくみと。こちらは水は使いません。蒸気だけ。105度。これも105度で殺菌かけます。うん、こっちは殺菌層、殺菌層です。ここはもう、単純で使います。それで、何本でも取ってんやで。いや、2号館、900円でもいい。そんなもんでペイできるんかいなと思ってました。うん、だから、もう9種も。それで、精密化薬にしょっちゅう調整するんでしょう。調整するのに、やっぱ研修に行って資格も取らないと、うん。うちは、役員3年ごとに一度が変わるさかいに、研修したらもらえんわけや。まあ、業者任せや。ちょっと来てもらったら、時期に10万単位の金が出てくるわけ。うん、そんなやな、もう、地獄虫をやめてまんかいという話なんだよな、これ。うん、もう、これ、高額やし、精密化やし。で、もう、守ってないやつ、自分にこれ、自分に。交渉が、間に合わへんから、本体行けますでしょ。大市たけのこ組合では、たけのこの皮を再利用し、畑にまくそうです。すると、不思議なことに、野菜が病気にならず、元気に育つそうです。組合長の玉田さんはそれを秘めたる竹のパワーと呼んでいます。捨てるところがない竹の子、今後もこの美味しい竹の子が食べられるよう、次の若い世代の登場にも期待したいと思います。